敗したって時は戻ってきませんよね。私はできることをしなければ。どれも本当に美味しそうで迷っちゃいますね。私はお料理の才能がなくて、何を作っても消し炭のようなものになってしまうんです。だからお料理ができるなんて本当に尊敬します。お料理選び慎重になっちゃいますよね。なんて言ったって体は食べたものからできますからね。お気をつけて。というのは王国で行われていた一番大きなお祭りのことですよ。
Yeah.
Yeah.
収穫祭の時期、国の者たちはその年の大地の恵みに感謝し、日々を楽しく過ごしました。王も国民たちの働きに感謝して、手作りのピザでねぎらったのです王の作るピザはとっても美味しいんですよ。
Yeah.
Yep.
Yeah.
次は勝ちに行きましょう。さ、やりましたね。はい、悪意を払いましたよ。あ、いい装備ですね。条件を満たすと新しいクラスにクラスチェンジできますよ。すごいです。報酬をどうぞ。早速クラスチェンジしてみましょう。選ぶのもいいと思いますけど、服装で決めちゃってもいいと思います。時々一人ぼっちになってしまったんだなって思うことがあります。でももう私は一人じゃありませんよね。あなたたちがいますから。よろしくお願いします。動物って本当に可愛らしいですよね。頼みましたよ。次戻るときにはきっと完成してますよ。錬金が終わったんですね。大穴を冒険すると生産が進みますよ。生産、頑張ってくださいね。ふむふむ、そう、こうやって錬金するんですね。完成を楽しみにしています。完成までの時間も楽しみの一つですよね。アイテム管理は冒険の基本ですよね。分解完了です。断捨離ですね。分解完了です。断捨離ですね。分解しておきましたよ。分解完了です。断捨離ですね。分解完了です。分解しておきましたよ。分解完了です。断捨離ですね。分解しておきましたよ。断捨離ですね。分解完了です。断捨離ですね。分解しておきましたよ。分解完了です。断捨離ですね。分解しておきましたよ。分解完了です。断捨離ですね。分解しておきましたよ。きっちり品目ごとに分けておきましたよ。私、こういうところマメなんです。分解完了です。分解しておきましたよ。分解完了です。断捨離ですね。分解完了です。断捨離ですね。分解完了です。分解しておきましたよ。断捨離ですね。魔石を使って属性を変えるのも
戦略ですよ。いいですね、似合ってます。アイテムがたくさんあるとなんだか嬉しい気持ちになりますよね。整頓ですか？分解ですか？私、木を削る時の音も好きです。なんだか気持ちいいですよね。ちょっとでも計算が狂うと爆発しちゃうんですよね。下手したらここも大惨事に。いえ、もちろん皆さんを信じてますけど。きっちり品目ごとに分けておきましたよ。私、こういうところマメなんです。完成を楽しみにしています。あの鍋の中身どうなってるんでしょう。次戻るときにはきっと完成してますよ。飲んでいたものができたみたいです。錬金ってとっても不思議で、まるで魔法のようですよね。アイテムがたくさんあるとなんだか嬉しい気持ちになりますよね。木って不思議ですよね。どんな形になっても自然の温かみを感じるというか、丈夫で何年も持ちますし、本当にすごいです。お料理にはそれぞれ効果がありますよ。用途によって選んでくださいね。
さちせやさよよっ。
返してみれば、あの年収穫祭の後から王の良くない噂を聞くようになりました。例年より税の取り立てが厳しく私腹を肥やしていると。
まさかそんなことって。この奥からまた凶悪な気配がします。気をつけてください。私の実りは目に見えて悪かった。この量では冬を越せるかも怪しい。しかし国民を不安がらせるわけにはいかず、例年通り収穫祭を行うことにした。娘や人々は何も知らず祭りを楽しんでいる。この後は贅沢な食事はできなくなるだろう。祭りの後は倹約し、冬に備えるようにという命を出した。こんなに料理があるのにどうしてだ。王様の目は節穴に違いない。祭りに浮かれる人々からは不満の声が上がった。だがどうか分かってほしい。これも皆を思ってのことなのだ。よかしこまりです。お疲れ様でした。今回の戦いもお見事でしたよ。
悔いを払いましたよ。やりましたね。やりますね。この調子です。牛さん、鶏さん、今日もありがとうございます。生産開始です。完成までの時間も楽しみの一つですよね。新鮮な作物ですね。大穴を冒険すると生産が進みますよ。頑張ってくださいね。あ、頼んでいたものができたみたいです。出来上がりが楽しみですね。生産開始です。木って不思議ですよね。どんな形になっても自然の温かみを感じるというか、丈夫で何年も持ちますし、本当にすごいです。断捨離ですね。分解しておきましたよ。きっちり品目ごとに分けておきましたよ。私こういうところマメなんです。あの鍋の中身どうなってるんでしょう。完成を楽しみにしています。完成までの時間も楽しみの一つですよね。石材ができてますよ。ふむふむ、こうやって錬金するんですね。生産頑張ってくださいね。新しい装備早く使ってみたいですね。錬金ってとっても不思議で、まるで魔法のようですよね。これで何を作りましょうかね。大穴を冒険すると生産が進みますよ。装備完成。いい感じです。いろいろな装備を試してみましょう。やりましたね。強化成功です。やりましたね。これで一層強くなりますね。やりましたね。これで一層強くなりますね。やりましたね。まるで新品みたいです。評価成功です。やりましたね。一人の時はずっと羊を数えていたんです。だから眠れない時は教えてくださいね。私が羊を数えて差し上げます。